チャンピオンキックとは、太平義健康業が販売したゲームセンター向けのアーケードゲーム。筐体の打撃目標を受けることで、その強さが測定される。キック力を測定できることから、キックマシンとも呼ばれている。パンチングマシンの蹴り板。プレイヤーは、お金を入れ、打撃対象面であるパッドを受けることで、その威力がスコアとして表示される。なお、 ハイスコアを出した場合、ベスト3まで記録される。このランキングは当日のみ有効で、電源を切るとリセットされる。チャンピオンキックは、バージョンごとに微妙な改良がなされている。1993年7月に発売。100円で3発蹴ることができる。キック力を測定できるゲームとして誕生する。翌年にチャンピオンキック2が出たため、 ほとんど出回らなかった。1994年1月に発売。100円で3発蹴ることができる。前作での経理心事等の問題点を改善した回収版。現在でも一部のゲームセンターでは預かながら見ることができる。1995年5月に50代限定で発売。前作チャンピオンキック2の筐体内にモニターが設置されることで、 プレイヤーはデモ画面に流れるチャンピオンと対戦しているかのような気分を味わうことができる。なおこのゲームは台数が限定であったためほとんど見ることができない。また、モニターの劣化により画面にポスターが貼られていた見えない場合もある。本作も100円で3発蹴ることができる。2002年5月に発売。別名 K1 とも呼ばれる。 これまでのチャンピオンキックの筐体よりニューアルし、見た目を大幅に変化させた。ゲームの基本的な流れはこれまでと変わらないが、打撃対象物であるパッドが、これまでよりも硬い素材が使用された。プレイヤーが蹴ることのできる回数も100円で2回となった。現在でもレジャーランドをはじめ、大きなゲームセンターで現役稼働している。スポーツゲームなどが設置された。 バッティングセンターやボーリング場などで見かけることが多い。ゲームセンターに設置されているケースは少なく、どちらかというと、レジャーランドのようなアミューズメント複合施設に設置されていることが多い。スコアの上限は999である。なお同じ機種にもかかわらず、店舗によってスコアにばらつきがあるのは、マシンのメンテナンス状況の差が原因である。このゲームは、 パンチングマシンと同じ仕組みで、パッドが倒れる際に通過する数箇所に取り付けられた、高額のスピードセンサーによって計測されている。そのため、打撃対象面であるパッドの根本にオイルなどを塗って、滑りを良くすれば、数値は出やすくなる。パンチングマシンとは異なり、プレイヤーは、グローブ等のクッション的な役割のものを装着することもなく、そのままの状態でパッドを蹴る。 従って、打ちどころが悪いと怪我をする可能性がある。特に、キック力が弱いと、蹴りが、パッドに力負けしてしまい、その場で転んでしまうことがある。足の甲で蹴るよりもすねで蹴る方が、パッドに力が伝わり、高得点が出る。韓国では、筐体に固定された、サッカーボールを蹴ることで、キック力を測定するゲームがある。パンチングマシンと一緒に、 ゲームセンターの外や路上などに設置されている。ありがとうございます。